アックの69、平野紫仕様、神宮寺勇太との4ショットが贅沢すぎる。ファンから熱狂的な反応。日本のヒッツホップマックであるアックの69が自身の公式インスタグラムアカウントを通じて驚くべき4ショット写真をファンと共有しました。 この特別な瞬間に、元金プリの平野潮と神宮寺優太、そしてダンサーのリーハタが一堂に会し、ファンを驚かせました。彼らの豪華な共演について、詳しく掘り下げてみましょう。アックの69、平野潮、神宮寺優太、リーハタ、豪華な4ショット。 10日、アックの69は自身のインスタグラムアカウントで、彼自身と平野潮、神宮寺雄太、そしてリーハタトッピの特別な瞬間を捉えた4ショット写真を公開しました。この写真には、これまで様々な音楽ジャンルで活躍してきたアックの69、元金プリのメンバーである平野潮と神宮寺雄太、 そしてダンサーであり振付師のリーハタがカメラの前に立っています。写真はザ・ホープというライブの楽屋裏で撮影されたもので、その場の雰囲気とアーティストたちの笑顔が鮮やかに捉えられています。アックの69はこの瞬間を名古屋の後輩も来てくれとったよ。と、述べ楽しい瞬間を共有しています。 彼の投稿には、大スター、ボイカオ、エムステブリとのハッシュタグも添えられ、この特別な瞬間の重要性を強調しています。この4ショット写真に写るアーティストたちは、それぞれ異なる音楽ジャンルで活躍しており、その多様性と才能が写真からも伝わってきます。アックの69はヒッツホックシーンで圧倒的な存在感を持ち、多くのファンから支持を受けています。 一方、平野耀と神宮寺勇太はジャニーズ事務所から排出された実力派のアイドルであり、その歌唱力や演技力で多くの人々を魅了してきました。リーハタオをダンスの分野でその名を轟かせ、振付師としても多くのアーティストと共に仕事しています。 これらの異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが一堂に会した瞬間は多くのファンにとって非常に特別なものとなったのでしょう。ファンからの熱狂的な反応。アックの69のインスタグラムに投稿されたこの4ショット写真に対するファンからの反応は非常に熱狂的でした。写真が公開されるや、ファンから感謝のコメントや絶賛の言葉が殺到しました。 以下は一部の反応です。メンバーすごいこれは贅沢なショット写真アップ。ありがとうございます。最高すぎる紫陽君くんとジンくん素敵な写真ありがとうございました。これらのコメント。からもアックの69。平野のしよう。ジングジ・ユタ。リーハタの4人が共演した写真がファンにとって非常に特別で、感激の対象であることが伺えます。 それぞれのファンからの熱狂的なサポートと共感がアーティストたちにとっては非常に励みとなったことでしょう。アックの69、平野の仕様、神宮寺雄太、リーハタによる特別な4ショット写真は異なる音楽ジャンルやエンターテイメント分野で成功を収めたアーティストたちが一堂に会した非常に貴重な瞬間でした。 彼らのファンからの熱狂的な反応は、アーティストたちが日本のエンターテインメント業界でどれほどの影響力を持っているかを示すものであり、その多様性と才能を称賛しています。この特別な瞬間が、ファンにとって永遠に記憶に残るものとなり、アーティストたちの未来に対する期待を高めることでしょう。音楽やエンターテインメントの世界で成功を収めるためには、 異なるジャンルやバックグラウンドのアーティストたちが協力し、新たな創造的な